やっぱりインターネットとかいろんなものが普及してきてるから、いろんなこう、こういう仕事はなんていうのかなとか、こういう仕事をどうしたらいいのかなとか、調べやすくなったっていうのもあるんですかね。いろんなね、名前もわかるようになって、いろんなね、新しい言葉でが出てきて、新しくはないのかもしれないですけど、知らなかった言葉とかがね、たくさん出てきて、へえ、すごいなとね。もう本当にね、憧れの職業なんて、昔からそんなにね、変わらないのかなって。イメージ的にね、順番がね、順位が前後したりとかね、その年によってアナウンサーになりたいっていう子たちがいっぱいいたりとか、声優さんになりたいっていう子たちがいっぱいいた時期とかね、アイドルになりたいっていう子供たちがたくさんだった時とか、そういうのでね、ちょっとしたね、変化かなと。ぐらいしかね、思ってなかった私が大間違いでしたね。